どうもりょうです。伊藤だ。どうもやっぱです。ちょっとよくわかんないです。ほう、なんか集められました、3人がちょい前に15万人登録しましたね、はい、結構前まあ結構前ですけども、2月ぐらいにね、忙しかったんでね。まあそうですね、バタバタしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ15万人にも見られてると。まあね、見られちゃってますね。の割に君らのことを視聴者さん分かってんのかなと。おー、いや配信とかでやってるから結構分かってるんじゃない。いや、もっと知りたいファンはいるはずなんですよ、絶対。いますかね。伊藤のことがもっと知りたい、りょうくんのことをもっと知りたい。こいつは言えよ。俺は言えよ、こいつも。ちょっと珍しい企画なんですけど、はい、メンバーを深掘りしたいなと。なるほど、いいですね。クイズノックさんとか、東海オンエアさんとかが、誰々王ってやってるじゃないですか。それをプレチャンでもやってみたいなと。おお、なるほどね。記念すべき第1回、伊藤でございます。伊藤のことを誰が一番知ってるのかっていう話でしょ。その通りでございます。おお、なるほどね。まあ我々付き合いないからね。いや、とはいえお前有利だろ。まあそりゃそうよ。中1でしょ、我々出会いが中1サッカー部ですから、もう本当に10年以上ぐらいよ、本当に。ただなんか前の動画で伊藤、自分が前に何言ったか覚えてない説みたいな。あるよ。そういう、こいつマジヤバいよ。それは多いんですよ。ああ、多い多い多い、それは多い。ただ自分が真剣に答えたアンケートならさすがに覚えてるんじゃないかと。え、アンケート何それ。1ヶ月前ぐらいに、伊藤さんに、ある番組からのアンケートと称して、送ったんですよ。え？え？出た。何それ。それか。何それ。来たのよ。スポかけるクリーハッシュタグ34、サッカーかけるクリエイター事前アンケート、動画クリエイタープレちゃん伊藤様用。はじめまして、4月より開業されます、スポクリという新しい YouTube チャンネルにてディレクターを務めております、松尾と申します。はい。まあ、バードだけど、こんなのやったのよ。それがこれなの。そうです。あ、スポクリは？スポクリないよ。ないじゃねえんだ。スポクリないの。俺真面目に答えたのに。今回このアンケートの中から出題させていただきます。はーい。ってことは、答えはアンケートの答えってこと？そうです。なるほど。ってことは、伊藤が間違える可能性あるんだ。間違えねえだろお前。そうでしょ。例えば好きな食べ物で、今オムライスと言ってもアンケートでカツオの叩きって書いてたらこいつ罰なんだ。あー、なるほど。だから伊藤もいいのね。伊藤だったら伊藤そっちだもんね。オッケーです、オッケーです。じゃあやっていきますか。こんな感じで、じゃあ第1回伊藤やっていきましょう。レッツゴー。第1問。はい。伊藤さんの好きなサッカーチームは。おお、こんなの、まあもう1問目でよかったわ。あざっす。こんなん余裕でしょ。いや、わかんない、こいつスポクリだからちょっと尖ってるかもしれない。スポクリだもん。ちょけてないでしょ、スポクリ。いや、ちょけてないと思うけどな、そんな。だよね。うん。せーの、はい、シティ。シティ。マジサシティ。正解でございます。オッケー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 。まあここはね、さすがにね、うん、毎回ちゃんとアンケート答えられるかどうかも気になるからね、こっちは。分かんない、温度感も分かんなかったアンケートの。第2問、はい、伊藤さんの憧れの人物は。うわー、え、選手じゃなくて人物だったよ、もう。人物か。なんで分かれなんで A なの。スポーツ系のメディア媒体でしょ。ないけど。さすがにここでな、塚本龍馬とか言わないだろ。言わないでしょ。じゃあ行きますか、僕からいいですか。はいはい。ロナウジーニョ。手堅く、スポクリだしね、スポーツ選手だしね。はいはい、ロナウジーニョしました。じゃあ僕、はい、ロナウジーニョ。お、だよね、だよね、だよね、わかる。こいつがロナウジーニョ好きなの知ってるし、うん、メールアドレスにロナウジーニョ書いてほしい。そう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 。じゃあ行きますよ。じゃあ正解を。正解いきますよ。はい、こちらです。はいはい。ええ。ああ、そっか、シルバーはあるわ。そうか、その顔触んのか。全然あるわ。正解はダビド・シルバー。よし、そんな吠える。あぶねえ。よし、いや、シルバーか。シルバーに憧れたきっかけとかあります？シルバーに憧れたきっかけ、あー、なんだろう、左利きとかかな。お前右利きじゃん。違う、あの、だからね。あー、だから、うん、
左足のプレイヤーに憧れてたっていう。お違います。結構真面目に答えてたね。おアンケートだと綺麗なパスだったりとか答えてます。うわお前違う、全然違うじゃん。お前なんで左利きってお前。いや練習したもん左足の。第3問、はい、伊藤さんがサッカーにハマったきっかけは。うわー、これマジ知らないわ。だって中学前だろ多分。そういえば知らねえな。そういえば知らねえな、これな。なんでだろうって何。サッカーにハマったきっかけ。終わってんだ。おお、マジで何これ、わかんねえ。じゃあいいですか、僕から。はい、はい、普通です。友達に誘われて、うん、もうなんか小学校の時にサッカーやろうぜって友達に誘われて、はい、やってみたら面白かった。はい、じゃあ僕、はい、ちょっと兄貴がサッカー好きなのは、うん、なんかちょっと聞いたことがある。そうなんだ。俺ウィーレーで対戦した覚えがある。ああ、こいつえマジで。そう、俺の兄貴と。そう、あるよ。え中学生の時。いつ。じゃあ中学生の時。正解は、はい、もうゲームのウィーレーじゃね。ああ、なるほどね。シンプルにウィーレーじゃねえの。やばいな。正解は、はい、りょうくん。やったー。嘘でしょ。ゲームじゃないの。なんでお前違うんだ。なんで違うの。友人がサッカー部に誘ってくれたところからってか。ああ中学生じゃん。じゃあえそっからそこまであれだったの。うん、え小学校時代はサッカー好きじゃなかったんだ。ハマってなかったんだ。そうだったんだ。そうだったんだじゃねえよ。もうおかしいだろお前マジで。いやでも一つ言わせてくれ、うん、兄貴だけは違う。第4問、はい、伊藤さんが苦手な選手は、うん、いんの苦手。おお、なんだこいつ。あれ誰だ。え誰だ。そうか、いやだからタイシティで、そう絶対そうだよ、うん、絶対そう、絶対そう。俺も分かったもん、絶対これ。マジか。うん、分かった分かった。伊藤が苦手としてる、すなわちシティが苦手としてる選手ですよ。なるほどね。マッチあるかな。そういう推測ね。いやマッチはコマのあるかな。まだ許してない。まだコマの許してないから。お前最後の一人よ。マジで。まだ見ない。最後の一人よ。じゃあいきますよ。俺結構自信ありますよ。俺。はい、いいですか。ソンフンミン。ああ。もう散々シティやられてますから。なるほど。まあ、ソンフンミン苦手としてんじゃないかなと思いました。無難っすね。うん、はい。ちょっと待って、俺もソンフンミンなんだ。だよね。だよ、だよね。そうでしょ。これ正解だよ。なんすか正解は。そう。あ、だよね。だよね。これは正解でございます。よし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 。もうこれはね、もうシティはもうどれだけそうフンミンに決められてんだって話よ。さすがにそうだよね。はい、続きまして、はい、伊藤さんが、はい、声に出して言いたくなる選手は。これも実際に声に出してもらいましょう。あー、なるほどね。あー、わかりました。てか、スポックにアンケート出すじゃない。これそう、思ったんだよな。こんな何に使えるんですか。何使うの、こんなアンケート。別の攻め方もあると思うんだよな、なんか。あー、でもこうかな。あー、じゃあいきますよ、俺から。はい。 KP4! あえてね、あえて、ちょっとそういうあだ名とかで KP4! なるほど。うん。はい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 。じゃあ俺、うん、アダラバイオ。あー、いいね。それお前が好きなだけだ。アダラバイオ。じゃあ正解は。正解は、はい、ジェームズ・ウォード・プラザ。あー、いいね。じゃないの。正解は、うん、オーレン・ヤン・チュアメニ。全然違うじゃん。全然違えじゃん。全然違うじゃん。行ったことないじゃん、あんまり。オーレリアン・チュアミンって。嘘だ、俺書いてない。こんなほんと書いてんだ。それ来ました。これはひどいわ。シティの選手でもないし、ほんとプレミアでもないし。なんでチュアミンの許せないの。これは続きまして、はい、伊藤さんが行ってみたいスタジアムは。いや、何個かんだよな。ちなみに、これ答え2つあるんで。お、2つ?2個書いていいの。最大2個。あ、オッケー。2個当てたら2点でしょ。もちろん。よし、観戦してみたいとかそういうことでしょ。まあ、そういうことですね。だよね。ああ
ほら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 、余計なこと言うなよ。俺が何て言うの、知ってて当たり前なんだよ。OK、 これでいこう。はい、全然わかんない。じゃあちょっとヨップからお願いします。はい、じゃあカンプドアンフィ。あー、なるほどね。まあ、一回スペイン行ってみたいって気持ちが、うん、こいつにあるんじゃねえか。そうそう。で、アンフィールドはまあまあさすがにプレミア好きだったら行ってみたいんじゃないかな。確かにな。まあ無難よな。うん、はい、これもね、似たような攻め方です。はい、アンフィールドと、シグナル・イドナ・パルク、ドルトムントですね。謎にね、ドイツへの憧れあんだよ。こいつなんかドイツすげえ生きて生きてっつってて、で、アリアンツかイドナ・パルクなんだけど、あのガシャンみたいな音聞きたいし、ハーランとかアカンジとかいるしってことでドルトを選んだんじゃないかなと思っております。なるほどね。正解はこちら。はい、アンフィールドのイドナ・パルク。ほらーほらーほらー。お前すごいね。すごいでしょ。よくわかったね。そうでしょ。マジか。多分合ってるよ。多分、本当だよね。多分合ってる。頼むよ。わかんないよ。正解は、アンフィールドとシグナル・イドナ・パルク。ドイツの雰囲気が好きやかな。あー、スタジアムだな。やっぱそうよな。で、アリアンスじゃないでしょ。そうね。でしょ。いや、もうピンズ、これはすげーな。これはピンポイント。続きまして、はい、伊藤さんのプレチャーをやってきた中で一番の思い出は。俺はもう、これはもう俺一択な気がするけどな。いや、知らねー。まあちょっとお前はそこあれだな。あー、これかな。やべー、マジでわかんねー。いや、でもこれはこれのはずだぞ、マジで。はいはいはい、はい、できました。はい、じゃあちょっとヨップから、はい、エディハド現地観戦。ああ、まあね、この最近ね、ファンがね、生で見れる、これはやっぱ、一番来たんじゃないかな。いや、間違いないよね。間違いないと思う。じゃあいますね、はい、正解は。やっぱなんだかんだシティの選手と会ったことあるの。ウォーカー、ガンジェ、レルソン、コバチッチ、はい、いて、いや、これ1位じゃないわ、ちょっと。俺、むしろ怒るけどね。これ1位じゃなかったら、ね。なるほど、なるほど。はい。はい、じゃあ、伊藤さん。正解こちらですね。日本対。あー、マジか、お前。これ、理由があって、これってプレちゃんの思い出なのかなって思ったんだよね。俺への特別感というか、その、2人で、あれだった。なんかお前急にいいこと言う。いや、そう。どうやって。いや、だからテレビとかだけそれガチの方の答え方だと思うんだよ。これは日本対ドイツが、ね、これはちゃんと考えたはず。正解で嬉しいよ、これは。正解は、はい、伊藤さん。いやー、これはでも綺麗だわ。でしょ。ああ、続きまして、はい、伊藤さんが自身を動物や物に例えると。動物か物かでだいぶ変わってきたやつ。広え、覚えある。これ確かこうだったんじゃない。えぇ、ー、いや、もうマジわかんねえ。マジわかんねえな。確かこうは。じゃあ、ヒント。ああ、動物です。あ、よかった。ああ、よかった。ああ、まあさすがにね。じゃあ、これからいきますか。はい、はい。まあもう、ベタに怠け者。こいつがなんか、多分美化してくると思うんだよな、俺は。でも違うんだよ。俺から見たこいつはもう本当に。それはずっと寝てる。マジで。昼、事務所来るでしょ、で、仕事して夜予定あるから夜行くのよ。その間ずっとこいつここで寝てるから。じゃあまあまあ、ちょ、安牌、ライオンで。お前、ちょっとそれは、ライオンがかわいそうだろ、お前。なんで。いや、まず肉が好きだろ。そうだろ。そういうこと。で、プラス、ライオンめっちゃ寝るじゃん。あで、眠れる獅子を起こしたら俺はとんでもねえぞみたいな。うわ、痛えそれだったら。痛えねえよ、別に。お前痛いな、お前。正解こちら。はい、はい、アザラシ。アザラシ。フォルフかな。ああ、ぷっくりしてるから。なるほど。なんかよく言い過ぎじゃない、お前。えアザラシは。えぇ、イソギンチャクとかそういう感じか、お前。割と。正解は、はい、アザラシ。いやー、それ嘘だけどね。絶対ライオンが俺正解だと思うよ。マジで。しっくりきてるね。しっくりきてるわ。肉好きだし。ダメ。自分のこと眠れるし、だと思ってるし。言ってねえよ。アザラシより近いけどな、マジで。続きまして、はい、伊藤さんが考える、はい、歯で始まるすごいものは。なんで二つあります。ちょっと待ってな。おう、
え、なんでお前が一番遅いのマジで。2個目マジわからん。おー、でもこれ多分結構自信あるね俺。じゃあちょっといいっすか、ヨットから言って。はい、ちょっとハーランのハサミ。ハサミ、いや、わからない、わからない。実用的みたいな。あ、でもね、方向性で俺と一緒。あ、本当に、うん、ハーランドと歯ブラシ、あと電動。だから多分歯磨きながら多分アンケート答えたと思うのよ。適当にこう、想像しながら、歯ブラシええやんって。マジか、うん、想像つくな、うん、でしょ、俺も方向性一緒。二つとも選手とかそういうつまんないことしないんだろうよ。なるほどなるほど。正直自信ないっす。はい、ハーランドとあと将棋の羽生善治。ああ、はいはいはい、なるほどな。羽生善治はすごい。羽生善治は強い、ごめん、あの歯ブラシより強い。正解は、はい、ハーランドと、うん、ハンモック。なんでハンモックって答えたんですか。なんでハンモックって答えた。知らない。思い出して。知っとけよお前。てか、どんなアンケートだ。なんでハンモックだったんだろうね。ハブヨシハルじゃん。正解。正解ハブヨシハルの。そうなんだ。絶対すごい。絶対すごい。だから俺ハーランより上かもしれない。続きまして、はい、伊藤さんが考える、うん、リョウさんとの一番の思い出は。おお。いやー、お前との思い出か。当てるのも気持ち悪くない。いいんだよ、ちゃんと当てていいんだよ。2人とも一番の思い出だと思ってるんだけど、一生が一番嫌。ポイントいらないから、ポイントいらないから一生が一番嫌。じゃあちょっとよくからいいですか。 OK、 もう全然わかんない、もうサウナ。あー、まあ意外とどっちも好きっしょ。まあ好きだね、うん、なんか配信後に、うん、サウナ行こうよみたいな、うん、ちょっと日常的な、はいはいはい、なんでもないあの日。聞いてて恥ずいわ。とりあえずサウナ行ったこと多分なくない。二人はないかもな。あー、そうか。大学1年の頃です。はい、あのね、秩父に行ってね、サウナのね、廃村を見たんですよ。まあ正直結構楽しかったんですよ。これだけか、これお前と2人だっけ。これが2人だった。うわー、大学1年でしたね。サイレントホラーゲーム、そう、のモデルとなったハイソンが秩父にあるんですね。あー、それをちょっと見に行こうかって言って2人で見に行って、これぐらいだと思うけどな、多分2人でやったのっていうと、多分正解これっすね。うん、はい、海軍用。中学の時だ。あー、それ俺もいたわ。お前もいたでしょ。そうか。でもまあ、あれサッカー覚えてたのね。そうなんだよね。中1の時ね、部活終わりに買い食いして、はい、買い食いしてるところを顧問に見られてね、はい、ちょうどお前がピザマン買ってるところな。顧問に、そうそうそう、で、そのコンビニの前でサッカー部の買い食い者で全員並ばされてね、で、説教始まるんですけれども、はい、何を思ったかね、伊藤はね、あの手に持ってたパンをもう目の前に顧問いんのに、一度ね、お腹の中に隠して、もうバレてんのに。で、コモンそれガン見してあろうことかそのパン手からこぼれちゃって、コロコロコモンの前にこぼれ、なぜ隠しちゃうんだよ。で、そっからこぼれたパン拾って、こいつもう一回隠したから。もう意味がわかんない。正解は、はい、海外。いやこれは別に俺とじゃないけどね、あれは。まあそうだね、サッカー部とだけどね、全般なんだけど、これ思い浮かばなかったわ俺。でもちょ、めっちゃはずい。じゃあ思い出して。続きまして、まだあんの、あとラスト2問ってこと。ラスト2問、ね、はい、伊藤さんが思う、うん、りょうくんのいいところは。うわ、ガチでやだやつだこれ。ガチでやりたくねやつだ。いや、これ裏テーマ俺殺しじゃない。無難に答えてると思うけどね、こいつは多分。なんか、なんか尖ったこと言ってない、なんか、うん、なんだろう、ふわっとしてるかな。こんなようなこと言ったような気がすんだよな。あ、でもこんなもんじゃないですか、はい、多分。じゃあ、よくからお願いします。はい、ちょっと飯をおごってくれる。そんなことで言って。ふざけた回答してるはずなんだよな。あー、なるほど ね恥ずかしいからみたいな。はいはいはい、マジで答えるのが、うん、だからちょっとふざけた回答ちょっと外して、そう、やっぱもう適当だから、逆にふわっとしっかりしてる。なるほどね。もうそれぐらいで、なんか深くは言うのはずいから、アバウトに、そう、なんか、まあ、しっかりしてくれるってますかねみたいな。じゃあ多分正解、はい、こちらです、はい、政治力。ちょっと待って、ちょっと待って、恐ろしいな。人の上に立つみたいな。それ政治力だ。政治力なのかな。政治力だ、それは。正解なし。ええー。比較的丸々。
比較。じゃあもう2周目やろこれ。いけそう？自信ある？いやー正直ない。あ、ない。うん。これかな。いや結構自信あるよ俺。俺も結構いけるかも、ね。結構俺自信ある。この通りだと思ってるから俺。はい。はい、じゃあよく。比較的怒らない。ほとんど一緒。比較的穏やか。おお。普通だったらキレられてるけど、うん、みたいな。うんうん。そうそうだよね。俺怒んないよな。なあ注意がされる。注意がされる。でも穏やかだからそんな上で伊藤にきつくは当たってないはずなので。まあそうだと思うけど、うん、だから穏やかだから俺も怒らないとね迷った。自分で言うのも気持ち悪いけどね。そうなんだよ。しようけどね、うん、はい、はい、比較的頭がこれだったら俺もちょっとどうかなと思う。じゃあなんで書いたんだよ。どうでしょう。はい、この中に正解がいます。ほら、マジか。お、正解は、うん、伊藤さん。ちなみにちゃんと答えると比較的聡明って書いてある。なんだそれマジで。お前ちょけてるだろマジで。ふざけてんじゃんお前。そうだって比較対象お前だろ。でも最後正解したやつが伊藤王にしてくれ。これも別に伊藤王になりたくもないんだけど。伊藤王は伊藤でいいんだけどな。これまで前座すぎんだろ。では最終問題です、はい、伊藤さんから、うん、りょうさんに伝えたい一言は。おごめん、俺全然伊藤王じゃなくていい。いらない。最後の挽回チャンスいらない。取れ。いらないもうこんなの。いや、お前これこう取るべきよ。いやいや、これ取るべきよ。なんなん、取るべきよって。彼女とかしてこないから、絶対こいつは。ガチのやついくわ。うん、多分ガチなんだよ。俺ガチのやついくわ。じゃあ、はい、よっぷ。はい、ちょっとゴミ捨ててくんないみたいな。ゴミの管理して。あー、一緒だよね。俺が一緒だよねって言うのなんだけど、多分ね、感謝とかじゃないよね。そう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 、絶対こういう感じだよね。はい、じゃあ正解はこれっすね。はい、ゴミ袋をきれいにする。まあ一緒やもんか。ゴミの管理絶対それだと思ったんだよ。書くの面倒くさかったからね。なるほどね。そう、ゴミ捨てた後にもう一回ゴミ袋にビニール袋をね。うん、いやそう、何百回言ってもやんない。意味が分かんない。なんで最後全部ゴミで揃うの俺。確かにゴミ関連であると。はい、正解は伊藤さん。いやー、ただもう一個あります。お、今ゴミで被ったじゃないですか。もう一個答えたらその人勝ちにしましょう。オッケー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 。もう一個、でも同率優勝だったもんね今のね。そうですね、ほとんどね。ゴミ関係なしでもう何もねえぞ。あるだろ、あるだろ、もっと言うことが。もしかしたら感謝かもしれないけど。いやもう濃いよな。感謝の感謝ぐらいあるよな。いやマジでそれはね書くべきよ本当に。感謝の可能性か。じゃあヨップ。俺はもういつもありがとう。俺はもう1個目ゴミ関連でちょっとちょけた回答しつつ、2個目で感謝の気持ち、これで綺麗に締めよう。締まり方いいっすね。なるほどね、うん、いや伊藤はもう一個いく。お、ゴミって言ってディスっといて、だけどって言って感謝来るのかなと思ったら、休みが欲しいですって。もう一段もう一段要求入れてくるみたいな。ちょっとまとまった休みが欲しいですみたいな。そうだよね、奪ってくるかなっていう。違うんだよな。はい、正解これだ、うん、いつもお疲れ。おぉ、俺と似てる。まあ一緒だな。なるほどね、感謝ではない。お疲れだな。感謝ではないのか。どうなんだろうこれ。いつもお疲れ。正解は、はい、俺の椅子に服置かないな。あー、言ってるわ。ほらほら、もう俺の全然下だよマジで。これふざけんなよマジで。あ、そういえばあったな。感謝しろよ、いつもお疲れでいいじゃん。今思ったんだけどな、当時は思ってなかったんだろうな。まあでもな、お前がいないからでしょ。いないから置いてんだよお前の椅子が。なんで人の椅子に置くか意味がわからんもん。いないからって、もう物置じゃねえからって。ということで、はい、結果発表。伊藤、第1回伊藤は伊藤。よし。まあ当たり前なんだよ。そりゃそうだよ。まあそりゃそうだ、よかった。改めて戻るんだけどさ、
サッカー好きになったきっかけ違うって何って言われてそれ結構重大だよね。あるまじきっすよね。いやマジで分かってないか、ゲームってみんなあります、サッカーきっかけ。いやもうやめろお前マジで問いかけで噛むなよマジで。こういう男っすよ、こいつは最後の最後に感謝の一言も言えない。はい、いや、はいじゃねえ。第2回やんのかな。でも同じ手口俺に使えないからね。あ確かに。いやでも普通にでいいよ。第1回亮は、うん、もうベイさんここ座ろうや。おお、次は本格的にこの3人で、うん、なるほどやろうや。シャトル、ああちょっと経ったらよっぽーもやろう。なるほどよっぽーもやろう。いつか、ね、ということで、はい、皆さんは伊藤の答えが分かったでしょうかと。はいはい、じゃないだよ。でもちょっとまだあるんでしょ、アンケート。まだあります、うん、だから俺ちょっとサブチャンで、はい、続きやろう。なんかね、やりましょうか、うん、はい、ということで、最後に何かやってますか、一言。はい、こんな私ですが、これからもよろしくお願いします。はい、じゃあ、お疲れお疲れ俺にはお疲れって言わないだろ